ジョーダン EJ11 は、ジョーダングランプリが2001年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。マイクガスコインら技術陣が大量離脱した後、アローズから空力専門家のエグバルハミデが加入。機体外れに終わった前シーズンの EJ10 から巻き返しを図った。規定変更により、車体中央 500mm より、 外側のフロントウィングの地上高が 50mm 引き上げられた。ジョーダンは中央と外側の間に段差を作り、歯の字型に大きく開いた2本のウィングステーで吊るすというデザインを選択した。1段高く尖ったノーズを装着し、その結果、蜂が描かれていた EJ10 と変わってサメが描かれることとなった。最も著しい変化は3年間使用してきた無限。 ホンダエンジンに代わってワークス仕様のホンダエンジンが搭載されたことであった。ギアボックスは6足ギアに変えて7足ギアを搭載。シーズン前のテストでは高タイムを連発しチームのエースドライバーであるハインツ・ハラルド・フレンツェーンは今までドライブした中でベストの車だ、チャンピオンにもなれると語った。ヤルノ・トゥルーリも同様に車に好印象を持った。多くが フェラーリ、マクラーレンに次いでチャンピオンシップを争うことになるだろうと予測した。開幕戦オーストラリアではフレンツェーンは予選4番手、トゥルーリは7番手につける。レース序盤、フレンツェーンは3位を走行したが、ルーベンスバリチェロのフェラーリと接触、スピンした。その後番開始6位でレースを終えた。しかしながら BAR のオリビエ・パニスが、 イエローフラッグ時に追い越しをしたため広角となり、5位に繰り上げとなった。トゥルーリは3位を望める位置で走行していたが、冷却系のトラブルでリタイアとなった。第2戦マレーシアではトゥルーリがオープニングラップ後3位につけた。雷雨のためセーフティカーが入ると短時間であったがトップを走行する。フレンツエンは雷雨のレースを乗り切り、ウィリアムズのラルフ・シューマッハー、 マクラーレンのハッキネンを抑えて4位に入賞した。続くブラジルも悪天候のレースとなったが、予選の好調さは継続した。チームは、ウェットコンディションの中、両者を同ラップでタイヤ交換を行い、表彰台のチャンスを逃すこととなった。フレンツェーンは3位を走行したが8ラップ目に、電気系のトラブルでリタイアし、トゥルーリが代わって3位を走行した。しかしながら、 タイヤ選択を誤ったため、ザウバーのニック・ハイドフェルド、バーのパニスに抜かれ4位でレースを終えた。ありがとうございます。